Hello everyone! How are you? みさこです。こんにちは、みなさん。今日は Chapter 2。幼少期のことを Chapter 1で話しましたけれども、今日はその待ちに待った中学生になったところからお話しします。もらいました。英語の教科書もらいました。もう嬉しくって嬉しくってしょうがなかった。もう舐めるように勉強しましたね。だって ABC 言っていいんです。大義名分終わりです。もう、嬉しかったですね。本当、飛び上がるように喜びましたね。で、1年生の最初の英語の先生が、すごいいい先生だったんですよ。男の先生で、結構なんか、ダンディって言っていいんでしょうか。発音も良かったんですね。でも、しっかりして教えられる先生で、当たりだと思います。で、この先生みたいに話せるようになればいいんだと、その時思ったんですよ。じゃあ、この先生みたいに発音できるようになろうと。で、そのずっと英語の時間っていうのは、先生の口だけを見て一生懸命こう、ね、子音があるし、僕とかな、プとか、プッ、ドゥッとか、そういうのがこう、ちゃんと言えたら英語っぽくなるんだって思ったんです。なので、先生がこうどういうふうに口を動かしているのかっていうのを見て、プッって言うんだとか、M は、N は、なんだとか、そこを発見していったんですね。っていうと、先生が気づいてくれて、もうなんか、英語の教科書を覚えている人がいますねって言われたんです。ちょっとドキッとして、あ、私のことかなみたいな。まあ、覚えてたんでしょうね。先生の顔を見て一緒に言うには、予習して覚えとかなきゃ、先生の顔を見て言えないので、だったと思います。なので、もう、今はね、英語を勉強して、中学に行くこと。上がる子って多いんですけど、私が中学生になった頃って、まだその中学に上がってみんな英語用意ドンの世界だったので、でも嬉しくって勉強するもんだから、成績なんかこうどんどん上がるわけですよ。で、また嬉しくなってまた勉強する、どんどん上がる、いい感じでしたね。1 個ちょっと印象的に今でも覚えてるのが、 H 君っていうのがいて、英語の時間に自己紹介をしましょう、自分の名前を言いましょうっていう時間があって、で、すっごく英語っぽく言ったんですよ。いや、かっこいいなと私は思ったんですけど、周りがね、ドンと笑ったんです。だって、日本語っぽくなかったんですよ。私だったら、美佐子って言うでしょ。My name is 美佐子。で、これ日本語っぽいんですよね。これだとみんな笑わないんですよ。でも、アメリカ人美佐子って言わないんですか。美佐子って言うんですよ。彼のように言うと、My name is ミサーゴって言ったら、周りがドンと笑ったんです。私ちょっと違和感があったんですけど、ちょっと自分になれないことがあると人って排除するんだなってなんとなく思ったんですね。ちょっとかわいそうでした。でもこっちの方が正しいんだなと私は思いました。彼は偉いなと心の中で拍手してました。で、私はどんどん英語の勉強が好きになって、どんどんやって、どんどん成績が良くなって、鼻っ柱が、なんて言うんだっけ、鼻高になってましたね。それをバキッて折られることが起きます。チャプター3でお話ししますね。See you next time! Bye bye!